余計なものをこう装飾する必要が少しずつなくなってったっていうか、うん、頭の中も少しずつシンプルになっていったし、若手のラッパーだったからクラブでこう目立って顔と名前を覚えてもらわなきゃ、今みたいに SNS もなかったから、とにかく色の派手なものを着てて、赤のスウェットのセットアップ、あのポンキッキーズのムックみたいな格好してた格好が一番やばかったかな。あれは結構伝わんないやばさがあると思います。スカイハイ、千葉から東京出身ラッパーミュージシャンです。ありがたいな、まだ夢を見れば、音楽自体がそういう、あの親に言えない悩みとか、子供に聞かせられない弱みとか、友達に見せられない姿とか、恋人に知られたくないところとか、そういうものをこう分かち合える存在みたいなものになれるのが音楽だなとは本当に思うから、それをこう受け取れる、受け入れる必要があれば、与えられるものがあるなら与える側になるかもしれないし、ばっかりな気がする。もう問題、もうプロブレムしかないと思うし、なんかこう多分生きていくこととか、何かを作っていくこととか、何かを表現することとかっていうのは、まあもう本当それの繰り返しの気がするし、それのこう繰り返しの途中で、チャレンジの繰り返しの途中で、やっぱりこうそれに疲れちゃったりとか、やめてく人もやっぱり多いし、どんどん減ってくから、それはなんかすごくこう感じますね。失敗することはあると思うんだけど、チャレンジをやめなかったら、まあキャリアは続いていくと思うんだけど、常にそれなんだなと。音楽の子供の頃からの影響？わかんないな、なんだろう、子供の頃からの影響か。もちろんあるけど、具体的に一つ投げるのは難しいな。全部が多分つながってると思うから、もちろんダンスやってた時もあるし、ドラムを叩いていた時もあるし、ただドラムって言ってもロックバンドを友達と組んでる時もあったけど、ドラムの俺の師匠がスティーブ・ガットとかにすごい影響を受けてたから、ジャズドラムを叩いたりとか、そうなるとファンクとかソウルも触れるようになるし、 あと最初にラジオやった時のディレクターが、そうだ、そういうジャズとかファンクとかソウルの CD レコードをたくさんくれたりとか、最近はラジオのおかげで他の国の人といっぱい絡む機会が増えて、それは広がっていくんじゃないかな。自分のキャリアもそうだし、自分の周りの人とか後輩とか、まだ出会ってない友達とかパートナーとか、そういう人とか、みんなで世界中の人と出会いたいなとはやっぱり思います。若い子に与えられる言葉、いやーどうだろう、好き勝手やってほしいし、誰かになろうとしないでほしいけど、みんながオリジナルじゃないといけないし、みんながこう個の状態で、みんながオリジナルでユニティできれば一番いいなと。遊ぼうよ今夜は。